この中から3人がこれだったら誰にも負けませんという種目を選んでいきます。そしてですね、選んだ種目でミューズさん、そしてアクアさんのくじで決定した1人と戦っていきたいと思います。おお、なるほど、はい、ちなみにですね、虹ヶ崎メンバーは最終的に通算の勝利数が多ければご褒美がありますが、これなら勝てると言い出しているわけなので、通算の勝利数が少なければ罰ゲームが待っているということでございます。ボードの中から一つ選んでください。はい、もう決めておりました。お、高速豆打ちでお願いします。はい、あ、すごい、すごい、これは難しそうですね。難しそう。くじを引いて対戦する相手を決定してください。はい、いきます。はい、うん、おダラン、ミューズさんから似てるぞ。では私が行かせていただきます。わーい、よっしゃ、おいしいよ。頑張ります。あずきをお箸で皿から皿へ先に10粒移した方が勝ちとなります。よろしいですか。はい、ちょっと今、はい、あの想像以上に、はい、小豆ってこんなちっちゃいんだよね。もうちょっと大きいと思ったんですけど、なんか衝撃が こんなんですか。ちっちゃい、確かに。こんなしかない。自信のほどは今なくなりました。久保田さんどうですか。やれるだけやってみます。行ってみましょうか。それでは対決スタート。いただきましょう。対戦する相手を決定してください。よし、お、アクアさんの木南杏樹さんです。はい、はい、私ね、はい、頑張りたいと思います。1枚のティッシュを息で吹いて先に地面に落とした方が負けということになります。じゃあ取ります。対決スタート。バランスいきます。お、はい、いいですね。それではくじで対戦する相手を決定してください。はい、はい、はい、ミューズさんから、お、内田彩さんです。おー、一瞬じゃなくて危ない。好きな傘を選んでいただくきまして、傘を手のひらの上に乗せて、先にバランスを崩して傘を落とした方が負けというルールでございます。はい、はい、ということで、じゃあお好きな傘を選んでいただきましょう。じゃあここはハンデで先にどうぞ。やったそうそうよね。じゃあここは勝ちに行きたいので、お、この一番軽そうな。じゃあ友里さんは分かってないですね。重い方がいいんですよ。なんで、やっぱ得意の、いや、わかんないけど。なんとなく、重そうなので。それでは、いきますよ。対決、スタート。
たいです現在2勝1敗という成績で2回戦目風船早割りでお願いします。いいですね。これイリ様、おアクアさんの間リカ子さん、おお風船頑張ります。2人が手元に持っている風船を先に割った方が勝ちというシンプルな勝負でございます。それでは対決スタート。すごいです。じゃあ手押し相撲でお願いします。いいですね。すごい勝負っぽいですね。釣りとミューズの三森すず子さんです。おおこれはすごい。頑張って勝ちます、ね。手押し相撲で対決し、足がちょっとでも動いたらダメということで負けということになります。それでは対決スタート。位置だよね、位置だよね、上がるのは大丈夫。誰でもやったことある感じなのでちょっとね僅差になりそうですね。じゃん、アクアさんから斉藤鹿さんです。来ました。頑張るぜ。体使わないけどね。自分のタイミングでストップウォッチを止めていただきまして10秒に近い方の勝ちでございます。なんだなんだなんだ。準備運だです今。よーいスタート。わ、一緒だったの今。長くない？今すごい長く、え、長くない？楠巻さんから、はい、開けていきましょう。ドン。私はお、おお9秒94です。すごい天才かもしれない。シュカさんは、はい、斉藤いきます。10秒48。おーっとー、これは近い。クスノキさんの勝利。すごい、素晴らしい。すごい、すごいよ。というわけで通算4勝2敗という成績で